はい、どうもルフェです。よろしくお願いします。はい、本日も引き続きカムイスポーツ所沢店さんに来ております。いつもありがとうございます。はい、ということで今ね、公式ってあっちの方で2本撮ってきたんですけど、ここが軟式コーナーに、はい、はい、ということでね、今ぐるっと翔平さん回ってくれましたが、カメラマン翔平さんです。はい、でこの前ね、翔平さんと来たんですよね、ウェアーズ国家なんかに。カメさん来たんですよ。でその時にちょっとね、2人でここの辺のグローブ見てたんですけど、遊ってたんですけど、そうです、あのローリングスがね、とんでもなくやばいカラーに見るグローブをいろいろと出していたので、ちょっと今度撮らせてくださいということで、今日来させていただきました。たまにチカチカするのとかあるよね、正直言うと。もうポンポンポンと紹介していこうと思います。本当に種類が多いんで、ポンポンポーンって、あ、そう本当にそのレベルです。はい、1個目、最初から土曜のカラーです。やばいよな、これ革じゃないのかな。革じゃないよな、さすがに。ここの部分は合皮って書いてある。でもね、ポケットだから合皮のところはドットが入ってるのかな。こうやってドットっぽい模様だったり、あのラインが入ってたりとかするので、まあ合皮なんでちょっと取れてきちゃう可能性ももちろんあるんですけど、すごいやっぱ派手だなとは思いますね。でこれ何モデルだろうね。モデルとかはないと思うけど、一応ね、HOH なんですよ。なんで、可愛さもそれなりにはあります。HOH なんですか？ハート・オブ・ザ・ハイド。そう、その、あのローニングスの中でも、3、4種類あるんですよね。ローニングスの中でも、その確か真ん中のランク、HOH って。でも、ちょっと上の方でもいいのかなって。ちゃんとね、別にそこまでカサカサってわけでもないんですよ。っていうので、めちゃくちゃ派手なグローブ使いたいって、ピンク好きな人、赤好きな人なんかはいいのかなというふうに思います。じゃあもうね、どんどん行きましょう。これも多分、同じブルーになるのかな？ HOH で。あ、なんかチューブが流れてくるなそうね、茅ヶ崎あたりでこれ持ってても全然いいんじゃないかな平塚、茅ヶ崎、その辺でサザンさんの聖地、あの茅ヶ崎市民球場、それ持って今から行く。今日ライブだよ、サザン。行くぜ、行く行く早く行こう型番としても同じかな、同じウェイチウェブでカラーリングでっていうので、今度は本当に、まあ、さっき言ったチューブが出てきそう。サザンでもか、海っぽいなっていう、南国っぽいなっていう感じのカラーリングをしています。すごいな、これでも白と紫、青、緑、茶色。てかさ、俺らさ、選曲っていうか、選曲アーティスト、選アーティスト、うん、渋くね。だってさ、もう正直あと結面種ぐらいしか出てこないぜ、海って言ったら。そうやな、海でしょ。いいよそこはもうポニーテールの種ぐらいかな。いや誰がっちゃうここじゃないんだよ世代だなもうもう本当にいい。夏、ザ・夏って感じ、配色的。じゃあウーバーのシャカビーチかな。いや、それでもあるかもしれない実際沖縄よりかは湘南より。あ、そうやな。今何時って聞こえそうだね渋いんだわ渋いんだわそうか、なんか夏の湘南って言ったらサザのイメージしかないけど、なるべく新しく行きたいな。はい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 、僕らの思考は新しめに行きたい。マジ渋い意識だとほら、ちょっとまだ。サザめっちゃ好きだもん。 T シャツ何着持ってる。子供の主張が減るわこれもね、あれちょっと海っぽいっすよね。でもなんかちょっと森っぽいけどね。森か、ジャングルっぽくね。なんか静岡あたりじゃない。静岡お茶じゃないか、お茶かこれえ、でもほら熱海ってさ、海もあってこういう葉っぱもたくさんあるけどさ、まあまあまあ、すぐ裏山じゃん。まあもうお茶っぽいで、それで、あのっぽいのもあるんで、なんかだんだんふざけてきた。ふざけてきたな、ちょっとそういったところで言うと、カラーリング配色的にはあの静岡県グラブと呼ぼうかなとちょっとこれ怒られるぞ。そうね、まあ冗談はさておき、これはポケメンが茶色かな、焦げ茶みたいな。黒ではないです。チョコレートって書いてあるとお茶緑、ダークグリーンって書いてありました。本当にお茶にしか見えなくなってきたカラーリングというか、その模様的には抹茶みたいだな、うん、まあ、さっきのね、あのアロハグラブにちょっと配色というか、イメージ的には近いかなと。そうですね、色だけ違うだけで、あのアロハグラブがちょっとこう森寄りに、そう、アロハグラブはアロマグラブになったみたいで、これちょっと特徴あるんですよ。折り返しハーフになってるんですよ、よく見ると。あ、本当だ、ここが柔らかく使える。へー、なんで折り返しがハーフと言いつつ、補給面の折り返しはなしみたいな感じ。これあのクボタスラッガーで言うと、折り返しなしの時が
ここなんですよ。ここに折り返しが、はみ出しが来るんですけど、なぜか分かんないけど、多分ね、これがね、日本仕様になってるからだとは思うんですけど、ウリソンというデュアル加工みたいな感じになってるんでっていうのもあるかもしれないですけど、ウルテの厚みが 23mm のやつね。デュアルフラッシュ。デュアルフラッシュ、うん、こっちにもそのはみ出し加工がされているので、ここによく見るとこれ柔らかく使えるんです。ここは柔らかく使える。でもウェブ下のポケットに関してははみ出しが2個っていうイメージなので、少し硬くなるかなっていったような。で、このね、今3つのガラグラブのお値段が税込みで 25,080円、比較的安く買えるのかなって、こんだけ派手なカラーリングでっていうのもあるので、まあガラグラブちょっと気になるなーなんていう方は、それなりにお安い値段で買えるので、ぜひチェックしてみてくださいと。まあ森とかね、海とか感じながら野球したい方はぜひ。そうね、ローリングスといえばハイパーテック、最初から柔らかいってやつがあるんですよ。なんで即戦力グラブっていうのがあって、もうここ結構動くんですよっていうグラブにも、こんなカラーリングが、柄ではないです、柄ではないんですけど、入門者の方でもカラーリングが楽しめるっていうのがローリングスのグラブかなっていうような感じがしますね。大人の野球入門ってこと？そう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 、あの草野球をじゃあ始めますかっつって、今までずっと野球休んでましたと。でも高校野球引退したら、まあ中学野球でもいいです、中学野球高校野球、まあやってて、しばらく野球から離れてて、もうグローブ手元にありません、でも明日からちょっと野球呼ばれてはめ始めようかなみたいないう時に、柔らかいグローブがやっぱ必要だと思うんですよ。草野球始めるっていう時にこういうグローブっていいんじゃないかなと。なるほど。値段もね、2万しないんですよ。これ18,287円税込みで、すごい安い。即戦力グラブ、柔らかいんで、いきなりキャッチボールから使えるんじゃないかなって感じなので、ね、こういったグローブもカラーリングが豊富に出てるのでおすすめかなというふうに。これ安いグローブとほら約2万ちょっとぐらいするグローブって、うん、何が違います？やっぱ革質。革質？うん、最初からどうしてもまあ柔らかいグローブ、ちょっとやっぱり革の張りっていうのはないのかなっていう、スチームに入れた時の革の張りとかっていうのとまたちょっと違う革の張りとかになっているので、で、あとはまあ作ってる工場ももちろん違うとは思います。で、今日の良平のファッション的にはどんなファッションですか？で、これアクティブームさんに。おお。で、これ普通のニューエラの帽子です、パドレスので、ヘッドギアと、ああ、ヘアバンドね、ヘアバンドね。で、サンダルしたんです。何これ？アンダーマン。アクティブームさんのサンダル履けよ。あんの？あんの？わかんない。はい、で、他にもね、ウィルソン、まああとカラーグラブって言ったら正直ウィルソンなんですよ、うんうん、があったりとか、下段の方行くと畠山さんのカラーミット、うん、おぉ、ミスのもあるかな。そうね、テックファイヤーだっけ、うんうんうん、去年ぐらいから出てるやつだったりとか、そうだね、メジャー仕様の、これメジャー仕様じゃねえか、メジャー仕様の上かな、メジャー仕様のグラブだったりとか、これ珍しい、ミズノで正直こういった限定グラブ見るのもあんまないなって、限定カラーの、まあ、やっぱ他のメーカーが作ってますから、作んなきゃってことであんのかな。まあ、Z はねよく見ますけど、限定は。そうね、いやこれあるんだっていう。もちろん中学軟式部活向けのこういった単色グラブももちろんありますので、まあ揃いますね。草野球人向けにもこんだけグローブあるし、中学学生向けにもこんだけグローブミットあるので、絶対にいいグローブ見つかると思うので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日は亀スポーツ所沢店さんで軟式グローブ、特にカラーリングに、カラーグラブの方紹介をさせていただきました。亀スポーツ所沢店さんの各種リンクは概要欄からチェックの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。Oh,